遅くなりました、こんばんは。低気圧のせいで髪の毛がやばすぎ髪をちょっと暗めにしました。ちょっとね、こう多分配信画面で見るとだいぶ黒っぽいと思うんだけど、近くで見るとまあまだ明るいまあ別に明るいですね、まあ、ちょっと今日染めたてなのですごくまだ色、金髪と比べるとだいぶ暗いとは思うんですけど、あのマジで多分2週間も経てばだいぶいつもの感じにはなると思います。こうやってね離れるとどうしてもこう白壁の部分が際立って、あの黒いところっていうのがね色が濃くなってしまうので、配信画面上、まあ私は別に自分の目で見ても結構暗めなんですが、今は今はね、はい、髪も綺麗にしました。まあもうちょっとどっちかっていうと髪色は秋っぽくなっちまったけどよ、うん、秋っぽくなっちまったけど、今日はちょっと遅れた夏曲カラオケ配信、イエーイ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 本当は8月中にやりたかったんですけど、8月末がねシングルのリリースとかその辺が結構かぶりまして、あんまりなんか夜のいいタイミングで時間が取れずカラオケ配信を先延ばししていたんですけれども、今日ね、まあ、ちょっと低気圧で一旦ぶっ倒れたりしたんですが歳だってなんとか、体調、まあ、良くはなったのでカラオケ配信しようと思います。インスタの質問箱でもね、まあ、今朝からですけど、リクエストをさせてもらって、はい、いただいたりしたので、まあ、そこから拾いつついろいろ歌っていけたらなと思います。まだ今日は8月36日あ、よかった、それならちょっと待ってね、少し環境を整えますか。久々なんだよなカラオケ配信よっ、ちょっとね久々なのでね、多めに見てください、よろしくよし、じゃあやってみるか、久々、マジ久々、マジで久々、やばい、どうしようどうしよう、どうしよう、困っちゃうな、やばい、カラオケ触るのいつぶり、割とガチでいつぶりって感じ、てかな、誰がどの曲が入ってんのかどの曲が入ってんのかも全然わかんないんだけど今。あれ？あ、びっくりした。まあの別が入ったっきりかな。まあじゃあ1曲目はこれでいきますか。ちょっとマジで声出るかな。よろしくお願いします、マジ久々です、いきます、ダンスで、ダンスでこんなダンスはない、うん、なぜ季節は気づかないうちに街の景色も花たちの香りも着替えている元気だったかい、何をしてたの、久しぶり、君らしいじゃねと
いつぶりか歌って、閉じしてた鉄骨のビルが完成したのか、人は誰でも目の前のことしか見てないんだね、少し痩せたみたい髪の切ったせい、大人っぽい太陽とシャーベットピンク、あの海へ誘いたくなる、横断歩道駆け寄ってきた今でも好きな人と、やっと会えたのにね、愛しさはシャーベットピンク、さりげなく思い出させる、あの頃は言えなかったけど君が一番好きだ、君らしいシャーベットピンク、待ち合わせた様で会いたい夢ぶつけてきたね、イエーイ、シャーベットピンクでした、ありがとうございます、イエイ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 途中入室してくれてる方があれ金髪じゃないってみんな言ってるみんな金、いやそう、今は金髪じゃないね、いやマジでもこれすぐ、マジですぐ落ちると思うんだよ、まあ、暗いけどね、そうすぐ落ちると思うんだ、わかんないけどじゃあ早速次行きますか。いやガチカラオケ久々でね、今どうやって耳で聞こうかをねすごく悩んでましたどこをどうしてこうしようかみたいな、ああなんかこっちの耳を開けることによってもうちょっとかけようかな、ここのね、うん、よーし出るかな声どうかな、ちょっとなんかえ枯れたあいやね、どうしてもこうステージじゃないとね、遠くに飛ばす意識が難しくて、高音はね気持ち的には出しづらい、だからあの大きいホールとかの方が高音はねパーンって出せるんですよ、私のだから歌唱力本番が一番高音出るみたいな、そういうやつ、アンフィはよここはアンフィシアター、今ねそこに壁があるしな、ここにスマホがあるしなっていうね、うん、あよし水飲むか、まあねコンディションはね、秋花粉的には良くないですからね秋花粉って勝手にしてるけどうんうんうん、まあいけるか、よし行きましょう、
と左手にマイクつけたくなる。マイクこれつけたくなるのマイク。48さんのパレオはエメラルドでした。ありがとうございます。音量調節とかいかがでしょうか。ちょっと大きいとかある？結構私ね、こうまあ私なりにやらせてもらってるんだけどそうみんなね、こうマイクをね近づけたりとかやってたりするんだけど、これがね、あの手フリーでもいけるっていう、そうそうそう、ちょうどいいならよかった。そしたら次の曲はどうしようかな。どうしようかな、どうしようかな。牧笑とか多かったんだけど、牧笑なかったんだよね。そう、じゃあ次は、じゃああれ一番多かったのにしようかな。あるんですよ、多分ちょっと数えてないからあれなんだけど、多分一番この曲がリクエスト多かったんじゃないかなっていう曲にしようと思います。歌ってるとな、熱くなるんだよな。あべ、 AKB さんいっぱい曲がある、長い、頑張れ頑張れ。うんうん、あった、よし、行きまっせん。楽曲ダウンロード中。あ、来ちゃう。行きます。
しいくらい鮮やかな真っ青な海と晴れた空も太陽から逃げられない、いつものグループみんなで流され騒いだバーベキュー、あいつと彼女はいい感じだね、君と僕は仲良すぎて冗談ばかり言ってる、真面目な顔をお互いするだけでなんだか恥ずかしくなる、ハッシュタグ好きなんだ僕は、つぶやくこの胸の熱い気持ち、 SNS あげてみた料理の写真、ぼんやりと誰かの影、二人でなく片思い、ついて何をしようなんてみんなで盛り上がっているけど、さあその前に片付けようか、悪い奴ら僕たちのこと気づいて話しかけてる、目隠しされた僕ありがとうございます、ありがとうございます、たくさんたくさんありがとうございます、ありがとう、ハッシュタグ好きなんだでした、久々に歌ったね、この曲めっちゃ久々って感じ、あれかな、日向さんの卒業コンサートかでやったね、大丈夫かな、わう、あこれ今映ったのはですね、こちらですね、はみ出し物の音色の、T シャツですね、ここにかけておいたんですけど、こちらがですね、ふつい込んでしまいました、はい、これですね、これ結構サイズ感が大きくてですね、私はいいですね、この、まあ、目立つんですけど色がで、この緑の、まあ、ちょ浴衣そこに移動させたんですけどね、すみません、ちょっとこれが起きるのであんまりここで配信するのよろしくないんですけど、はい、はい、
よろしく、よろしく、決してよろしくはないんですよね。はい。まあいいや。よくない。はい。じゃあどうしようかな、どうしようかな。じゃあ次も久々に歌う曲、黒も持ってますよし行きます。一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのかわからなくなる。平坦でなく何時とかあるだろう。くじけそうな時は風を味方にして背中を押してよ。ペダル漕いで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。呼吸は乱れて汗が溢れ出す。急な坂道は続いてる。もっと先へ。そろそろこの辺りで足をついてしまおうか。弱音を吐きたくなる。もうこれ以上走れないよ。僕たち信じて進むなぜに急いでるのか。ただがむしゃらに理由聞いたとこで何になる。目指してる夜はいくつも足りる。ごめんなさい、2番ちょっと言っていっぱいだろう。ペダル止めて休んだ車輪の分だけチャンスと戦うもの。太陽は沈み星が輝いて明日もその道を照らすよ。次は生きることはペダルを踏み続けること。誰も苦しいものだ。自分のためだと答えは出ている。どんな道のりも人生だ。ペダル漕いで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。呼吸は乱れて汗が溢れ出す。急な坂道は続いてる。もっともっと先へ。ST48 さんのペダルと車輪と北道東でした。ありがとうございます。そうだ、2番、その2番全ちょっとすいません、本当にすいませんマジカラオケみたいになっちゃった。カラオケで1番しか歌えないみたいな。いや、まあカラオケって D メロの方が歌えないから。
大好きな曲です。この曲はマジ久々かも。え、角さんの卒業公演とか、まあマミムメもその時やってたっけ。だからそんぐらい以来、マミムメも以来かな。だからマミムメもやったのなんて多分2年前とかなので、それぶりですね。ありがとうございました。イエーイドゥ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 。ギフトありがとうございます。盛り上げていただいてポンポンありがとうございます。さて次はどうしよう。なんか落ちた次は何にしようかな。まあちょっとそうね、いろいろそうだな、ここでねリクエストをいただいても良いんだけど、結構ねそのあれのリクエスト多かったのが、そのかなり この前のサマーソングセットリストで歌った曲が多くて。そうなの、まあそりゃそうなんだけどさ、記憶がね。どうしようかな。じゃあこの辺から一曲やろうかちら。ちょっと歌えるか分かんないけど、いきます楽曲だ。いきました。深い青だ湾の海は色変えきる。なぜ恋人たちはここまで来るのだろう。愛をささやくには波音が必須。むずっ。原付バイクを飛ばして家まで帰る道筋、わざと山川を選んできた。そういう目で君を見ない。僕らのユニークな発見したんが、ずっと近くにいたのに初めての感情。夏の太陽に目を細めた時、君のことを一回もやったことないっけ。結局どっちかユリイカってやったことないのか、もしかしてあれか。ちょっと待って、そうやのよ。あ、こっちか。こっちの方がなんなら最近の記憶かもしれん。ユリイカってやったことあったっけ。ないっけ。ありがとうございます。ないか。もうちょっとサメカツなら聞きすぎて、もうどっちかってもすいません。ちょっとあの思ったよりちょっと ふわりわからなかった。ごめん、下手でごめん。ごめん。いきます。こっち。僕はいない夏の砂浜。君は誰と海を見るの？
が下がるとすぐにわかるんだ。なぜか切ない、いくつの台風が通り過ぎたなら君の思いは消えるのだろう。僕はいない、君の近くに叫ぶように波が打ち寄せる。熱い太陽は誰に照りつける。星を48さんの僕はいないでした。ありがとうございます。これはね、あのサーヤとリカさんの卒業公演でやったので、これはね間違いなくやったユリイカはやってなかったかもしれない。ちょっとノリで言っちゃった、すいません、ほんまにすいません。よしよし、どうぴよっかな。まああと1曲か2曲かかな。何がいいかな。サメカツナ、サメカツナに勝手に出てたことにしてるかもしれない、頭の中でいや出てたっていうか、サメカツナの記憶だけで私は今あのその記憶だけで歌ってるのかもしれないちょっと探すか。まあね、夏曲いっぱいありますけど、どうしよっかな。暑い。
そう、ちょっとマジ久々すぎて歌えるのかっていう、果たして歌えるのかというのももちろんありますが、あー夏ね夏ね、もうこうやこう、あーさ桜になっちゃった。でもまだ作業か、まだまだやん。すまあ、一曲候補を作りましたね。まあなんか夏っぽいのやるか。涙サプライズ。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear my friend.Happy birthday to you. Happy happy birthday. 何事っていう。あにゃ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 。まあね、真夏のサンスカートとかもいいですね。つぶやきながら月のステップへ。みたいな恋の鍵かな。オッケーオッケー、じゃあ決めた。これにするか。見当たらない。あったあったあった。お待たせ。
セルフイヤモニになりますよ実は。自分のあみんなもやってみてください。自分の声めっちゃでかくなります。来月と僕は一足先に君の気持ち今すぐ手に入れようか。来月と何か言われる前に心の内ビビッと感じるままに誰といても微笑み語って君が僕に声を捨てるのは鉄板。来月とだから誰より早く君のハートの全て僕のもの好きだからダブルだけドド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 ドAKB48 さんのフライングゲットでした。ありがとうございます。このセルフイヤホンじゃねえわ、イヤモニ、まあ、イヤモニっていわゆる自分の声が返ってくるとか音楽聞きやすくなるやつなんですけど、こうやって歌ってるとね、どうしてもここにイヤホンをお気をつけてるので、まあ、耳をこっちしか聞こえないんですよ自分の声が。ってなると自分がどういうね声歌声で歌ってるかがわからない。まあだからヘッドホンみたいな感じで、まあセーラー服の後ろの襟が昔その水平さんのここを立てることによって水平さんが遠くからの声を拾いやすくするのと同じで、ここにね耳のこういうのをつけることによってここで自分の声が反響してですね声が聞き取りやすくなるんですよ。なので皆さんもあ自分の声あんま聞こえないなって思った時はこうして、自分の声に限らずなんですけど耳聞こえづらいなって思った時こうやって耳をこう立ててあげると自分の声が反響して聞きやすくなるのでおすすめ。やっぱ歌いやすいですこうした方が。今もカラオケも熱っ、待ってちょっとエアコンの温度下げていいですか。熱いです。よいしょ、あよいしょ、今ね28度っすね。多分さ暑い方なんだよね全然あったかいそうあったかいと思うんだよねこれ28度でした。うん、じゃあまあ次最後の曲かな。メールも送るしね。ということでじゃあ最後の曲はね決めました先ほど。あ待って間違えた、10時55分にアラーム鳴らないようにしたから今27度にしたまあ水飲んどくか。そういやエアコンねもう消そうかなとも思ったんだけどね、やっぱ暑いっすわちょっと久々のねカラオケでしたが、まあまたやりましょう。全然ね歌ってない曲多いし、まあちょっと歌える曲が減ったっていうのはあるんですけどちょっと環境の変化に慣れず、はいです。よしじゃあ最後はねこれでいきましょう。見えてるかな。見えてる。よかった、なんか一瞬止まったからうやったかと思ったけど、よし、まあ、ちょっと携帯くんもだいぶ熱いので、それでは最後の噛んだいやマジさっきのフラゲの2番のサビもめっちゃ噛みそうだったからな。よし、それでは最後の曲聴いてください。いくぜ。電車帯走る銀色の電車がスピード落としたら近づく駅、今日も君が
乗ってくるだろうか。グレーの制服でポニーテールの日はテストがあるんだよね。気合い入れるんだって噂で聞いた。少し離れ僕はそっとエールを送った。それは恋と呼べるような確かなものじゃなく初めての自分でも戸惑ってる感情だ。こんなに切ない朝が来るなんて今まで予想もしなかった。キラキラのか抑えてた何か叫ぼうとしている。本当の気持ちをはっきりできた。この胸のモヤモヤ消えるのか。何もしない何もできない日々は信じめたて。二つ手前の駅友達と降りてく君のただの日常。当たり前の窓の向こうをずっと見てきた空。なんて幸せな、またすぐに会いたいって思ってしまうなんて呆れてしまうけど気になるんだ。一瞬君がこっち見てたような妄想を。それは僕が否定しても恋でしかないだろう。絶対これ以上好きになったら困るほど。どうしてこんなに繰り返すんだ。君のこと考えるだけで何も取り付かず、まだ朝のことを思い出してる。自分の気持ちを認めてしまえば今より楽になれるのかな。でも直接言葉にはしたくない。各駅停車卒業までの一日、また一日全てが輝きながら、この電車どこへと向かうのだろうか。こんなに切ない朝が来るなんて今まで予想もしなかった。ときめきなのか抑えてた何か叫ぼうとしている。本当の気持ちをはっきりできたらこの胸のモヤモヤ消えるのか。何もしない何もできない日々はセンチメンタルペイ走り続ける。AKB48 さんのセンチメンタルトレインでした。イエーイ。はい、ということで、めちゃめちゃ久しぶりのカラオケ配信、そして夏曲バージョン、少し遅れた夏曲バージョンということで、聞いていただきました。ありがとうございました。イエーイ。ちょっとね、久々のカラオケってこともあってあんまりベストではなかったというか、なんかまあ最近はなんかそのこのショールームで歌うことをしてこなかったから、なんか全然下手だったわ、ごめんいやマジやっぱね、やっぱいっぱい、いや一番いいのはステージだなって思いました。ぜひステージのね、三村の歌を聞きに来てくださいね。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで壇上を読みます。13位ゆきりん553、12位しんごさん、11位いちたさん、10位たむひろさん、
9位むつきさん、8位パックさん、7位陽一くんさん、6位突破球さん、5位高尾ちゃんさん、4位越後さん、3位ひょりぐたさん、2位東吾さん、1位新一さん、ありがとうございます。ミラーボールとかもね、こういいタイミングで回して回してくださり、回すどっちだっけ、回してくださりね、そう音符とかハートとか、音符っていうかあれか、サイリウムとかでね、皆さん盛り上げていただき、コメントとかでハチ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 って、多分そのパチ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 ってさ、ニコ動の文化なのかな、ニコ動のコメントの文化なイメージあるけど、どうなんだろう発祥は。はいね、ありがとうございました、本当にたくさんたくさん。またね、まあカラオケ配信、まあ、したいとしたい、しようとはまあするからなって感じですね。なんでっていう話だと思うんですけど、いや違う、歌いづらくて、わかる、ちょっとや普通にカラオケで、はい、あの歌いたいもんね、カラオケで歌ってそれを垂れ流ししたいんですけど、気持ち的には。はい、ということでね、まあまたやります、ありがとうございました。はいですなんかあったかな。はい、ということでまた明日お会いしましょう。それでは皆さん、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他諸々お疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバーイ。